志願者に迫る。アッテリメンを。アッテリメン、何のこと。要はその一杯を食べてると、あ、アッテリしたっていう。アッテリした。今、まあ、アッテリの命その1ですね。今入れてらっしゃるのはあなたの特製調味料ですか。はい、これは今は答えられません。アッテリメンとは、その男が独自に編み出した全く新しい麺料理だという。秘密の食材で作られる、それは今まで出会ったことのない味。ひとたび口にすると、ほんと不思議な味だね。ありがとうございます。一言で言うと不思議な。んおいしい。おいしいです。あってりね。あってりです。うん、わかる。あ、ありがとうございます。あってりっていうのが、はい、男が作るあってり麺とはどんなもの。今は言えない秘密の食材とは一体。その不思議な味に我先にと現金が動く。うん、100万円出資します。さらにどの虎が現金を上乗せするのか。ではその一部始終を見よう。いくらを希望しますか。980万円です。980万円ですね。はい。そのお金の使い道は。僕が考えたアッテリ麺を東京で流行らせたいです。どんなものですかそれ。一体どういう、何ですかそれは。何ていうことですか。アッテリ麺。ごめんなさい、食べ物です。まず、アッテリ麺。アッテリ麺、はい。アッテリ麺、何ということ、ひらがなでアッテリ、あとは麺ですね。あ、麺ってのは、うどんの麺ですか。基本的にはラーメンの麺です。麺、あ、はい、そう。アッテリ麺ね。要はあっさりとこってりで、それで造語です、はいはい、合わせたあってり。ああそう、はい、あ、それをあなたが新開発なさったんですか。はい、そうです。ほう、私ね、はい、あってり麺、はい、すごい好きですね、その言葉。 ありがとうございます。商標登録すぐなさい。ええ、それでね、ええ、あなたのあってり麺のコンセプトというか、ええ、売りっていうのは何ですか。そうですね、不思議な味。ほう、どんな、具体的にどんなものですか。まあ基本的には醤油ベースです。ただし出汁に関して、まあ鶏ガラ、豚骨、その類の動物系と、あとまあ、カツオ、煮干し、サバ節、味節、それ以上教えられないんですが、その一杯があってり、もうすべてあってりっていう言葉で片付けられるような。要はその一杯を食べてると、あ、あってりしたっていう。それ食べて誰もが、あ、あってりっていう言葉を思わず発したくなっちゃうんですかね。誰もがあってりしちゃうんですよ。何の食べ物だかよくわからないけど、その自信、あまりの笑顔と自信満々さに美味しそう。なんか女心をくすぐられるよね。美味しそう、はい、おばさん心は。本当、あってり麺、食べたらなくなっちゃう。あっさりしてて、こってりしてる、まるでとんちのような麺料理があるのか。この後、あの女社長の心が早くも動き出す。あってり麺に、なんか名前にピンときちゃったんですよね。みんな、皆さん多分あってり麺なんかわかんないんだけど、わかるようなね、あっさりこってり。私も造語好きで、まあとりあえずはあってり麺、アイデア料として、うん、アイデア料100万円、はい、ありがとうございます。出資します、はい、ありがとうございます。ネーミングだけで100万円を獲得。この後、味を見てどの虎が上乗せをするのか。なかなか女性の気持ちつかむのうまいんじゃないんですか。
プレゼンも何か分かんないけど美味しそうみたいな、そう、何だか分かんないけど妙になんか頭に残るの、あってりが、じゃあ食べてみますかね、うん、楽しみにしてますよ。じゃあすいません、作らせてもらいます。はい、どうぞ。はい、失礼します。あってりスープが楽しみです。うん、期待する。ついにあってり麺がベールを脱ぐ。男が言う不思議な味、その絶妙なバランスを作り出すという全ての食材がこの後明らかになる。無類の麺好き吉田栄作も心が躍る。果たして女性をターゲットにしたというあってり麺は女社長たちのハートを射止めることができるのか。あとこってりを融合させたまるでトンチのような新しい麺料理、ついにそのベールが明かされる。不思議な味なんだよね。不思議な味ね。ではその不思議な味、あってり麺の秘密をとくとご覧あれ。今、まあ、あってりの命その1ですね、醤油だれになります。今入れてらっしゃるのはあなたの特製調味料ですか？はい、これは言えない調味料ね。今は答えられません。内緒内緒ね。唯一言ったらあのこれは他のラーメン屋さんじゃないもん、使ってないなっていう、多分匂い嗅いでいただければ分かると思いますけども。あ、使ってない。使ってないと思います、うん、使えないわ。好き嫌いが分かれるから。ええ、あ中華料理にも使うものじゃない。どっちかっていうとイタリアン、いいですね、イタリアン、うん、でもよく考えたよね、うん、これで美味しければいいですよ。うん、でも期待できる。中華だ。ありがとうございます。これ油っぽくはないんですか？やっぱり豚の油っていうのはすごく個性もありますけど、その体に随分染みつく要素だと思うんですよ。ですから自分は豚の油ももちろん配分として多少入ってるんですが、どっちかっていうと鶏の首の皮、首の皮、はい、でそれから抽出した油を入れてますので、ここは油っこくないんだ。コレステロールの数値でいうと豚骨ラーメンが122かあるところの、うちのあってり麺は 18.9 でその脂肪分ですね抑えられていたんです。ゼラチン、コラーゲンがたっぷりってことになっちゃう。あってり麺の秘密は鶏の首の皮。その意外な食材で女性が気になる油分を大きく抑えることができるという。あと行っていいですか？行きましょうね。いい、行きましょう。ちょっと香り嗅いでいいですか？あ、どうぞ。はい、ちょっといいですね。すごいですね。要となるスープは豚骨と鶏ガラ、野菜と魚、丸一日かけてスープを仕込み、独特の配合で2日目にそれを仕上げるという。うん、結構コシもある麺だね。 ありがとうございます。この女社長臼井は実は実家がラーメン店。調理工程を見る中で何かを感じ取ったのか。これやるんだ。なるほど。考え。あってりスープに盛られる麺もこだわりの麺。スープとの調和、食感と喉越しを研究し、細めでコシのあるストレートな麺を使う。仕上げにトッピングされるのは大きめの海苔、そして若者に人気、今流行りの半熟煮卵、定番のメンマには
ひき肉と炒めるという一工夫がされている。そして男がこだわりを持つ青菜、最後に特製のチャーシューは酒粕と一緒に煮込むことで余分な油を除き旨味だけを残しているという。お待たせしました、はい、失礼します、はい、こちらアッテリメンです、はい、どんぶり熱いので、はい、受け取ってください。ご苦労様です。はい、お待たせしました、はい、アッテリメンです、はい、でも一つだけどんぶり熱いので、はい、果たしてアッテリメンのお味は。いただきます。いただきます、はい、お待たせしました。卵美味しそう。本当不思議な味だね。ありがとうございます。一言で言うと不思議な。この卵がやっぱり技術屋さんの卵だね。ありがとうございます。解析に出る。これね、いい味ですね。一言で言うと不思議だけど美味しい。美味しい、うん、美味しいけど今まで出会ってない味だから、うん、ありがとうございます。でもかなり不思議だけど美味しいですよ。ありがとうございます。美味しい、うん、美味しいです。うん、面白いねこれ、とってもね。この卵が面白い、やっぱりね。ありがとうございます、うん、これも結構これ珍しい、あと今の時期の青菜はあのほうれん草と、はい、あと三つ葉、三つ葉はこれあの実家の親父が栽培してるやつなんでちょっとあの大きめの、三つ葉なんですが、その2つのおひたしとあとわさびの葉が、醤油漬けになったものが入ってます、うん、合ってる合ってる。無類の麺好き吉田栄作もあってりしちゃった。あってりね。あってりです。うん、わかる。あ、ありがとうございます。あってりっていうのが。はい。うん、そうね。その言葉が一番ぴったりしてるかもしれない。ありがとうございます。あの、期待してた味です。ありがとうございます。いい味ですね。うん、おいしい。あってり麺にあってりした様子だが。もう、ありがとうございました。僕はあの今日あの出会いがあると思ったのは、あのここに来て協力してくれる方々とお会いできるなって思ったんですね。あのアッテリメンの未来を買ってください。あのちょっと原点に戻りたいんですけどね、はい、あのこれラーメンですよね。アッテリメンです。ラーメンじゃないんですよきっと。ラーメンじゃない、アッテリメンです。あの言わせてもらいたいのはこれ、はい、あの、まあ、作っててせっかくね自分でネーミングしていい名前だと思うし私もうっとりしちゃったし、でラーメンじゃないって言いたい気持ちも分かるけど私から見たらラーメンの一種だと思うんですよ、はい、まあそれがちょっとなーっていうのと、でやっぱりラーメンだったらラーメンだって言ってラーメンの中のアッテリメンっていういう味を作ったっていうことで勝負したいっていうんだったらその式は変えたいと思うんですけど、さっきから聞いててね、技術屋さんの最も危険なところをあなたは持ってらっしゃるの、ご自分の技術にあの酔いしれるってことは一番怖いことなんですよ。自己主張じゃないわけそこは。女の心は気まぐれ、味は絶賛するも雲行きが怪しい。現在男には冒頭に臼井が投資した100万円のみ。さあどうする。ノーマネーかと思ったその時風向きが変わる。いいですか。アッテリメンに恋をした女社長が動く。
980万って大金ですよね。はい、ね、私たちにとっても大金なんで、はい、ちょっと突っ込んで聞きたいんですけど、ええ、あまりにもとっても流暢に話されてプレゼンテーションがお上手でいらっしゃる、それは一つ才能だから、はい、とてもいいことだと思うし、はい、そこでグッと来ちゃったのね。でもちょっと待ってよって今私一生懸命自分の中で軌道修正してます、はい、冷静に見なきゃいけないという、はい、そう人の心をつかむというのはとっても上手だから、それは経営者として才能があると思うんだけれども、あえてね自分の性格の欠点、はい、ね、欠点あるとしたら何がありますか。何が自分一番足りないと思う。お金とかそういうことじゃないの。そういうことじゃなくて経営者として資質として何が一番足りないと思う、はい、あの言葉を選ぶっていい、遠回りに過ぎるところですかね、うん、よくわかんないけど、うんうん、人間性格自分の自己分析がしっかりできてないと、はい、経営者、ね、職人ではいいの、はい、私この味惚れたから、はい、この味いくらですかって言うんだったらいいけど、私は投資をしなきゃいけない、はい、あなたの才能じゃないんですよ。才能は職人としての才能じゃなくて、はい、経営者として、はい、トータルの才能みたい、はい、その面であなた自己分析できるかなっていうのを今聞きたかったの、はい、うん、自分の性格の足りないところは欠点はどこですか。正直言ってもう今の今まで迷ってて、性格は何ですかって唐突に質問してね、答えられなくていいんですよ。それは自分の自己分析なんかできないから。ただその時にあなたが本当のあなたの姿を見たかったの、うん、ドギマギしてもいいし見たかったんだけど、ちょっと私にまだ見えなかったのね。十分やりたいなと思ってたんですけど、私あの980万円全額は無理です。ただあなたのアイデアは100万円で買います。あとはちょっとまだ、うん、踏ん切りつけなかった、ごめんなさいね。この時点で皆さんからの投資合計額が、あなたの希望額に達しなかったので、今回はノーマネでフィニッシュです。僕の感想なんですけど、はい、きっと臼井さんの質問にバチッと答えれたら決まってたのかなって思いますね。